レンガの間の目地材として埋め込まれた、モルタル施工中のモルタル外壁モルタルとは、砂と、セメントと水とを練り混ぜて作る建築材料。セメントと砂とは、重量比にして1、2から1、3の割合で混合されることが多い。ペースト状で施工性が良く、仕上げ材や目地材、躯体の調整などに多く用いられる。コンクリートと違い、砂利が入らない。 コンクリートと比べ効果で、クリープ現象などの伸縮を起こしやすいため、構造材料として単独で、用いられることは少ない。耐火性のものもある。かつては、日本住宅の外壁材として広く使用されたが、工程が複雑で、試行日数が20日前後かかり高コストであるのと、試行後に亀裂が入りやすいという欠点がある。そのため、大手ハウスメーカーで、標準工法として、 モルタル壁を採用するのは極めて少数となっており、サイディングやガルバリウム、タイルなどを標準工法とするハウスメーカーが大半である。モルタル自体は水を通しにくいが、亀裂の問題があるので、試行後に塗装を実施する。試行の手順として、構造材の上にラス板を固定し、防水シートを貼る。その上に金網をタッカーで固定し、そこにモルタルを塗っていく。 モルタルは2層塗りが標準工法であり、クラック防止にネットを伏せ込むのが標準的工法である。また角についてもクラック防止に下地を練り込む。モルタルが完全に乾燥した後に漆喰や樹脂などによって塗装を行う。塗装も通常2回以上塗られることが多い。ありがとうございます。